マブラブフォトメロディーズ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、つくよみさんに誘われてついていくところなんですけど、なあ、ちょっとな。たけるちゃん、早くしないとなくなっちゃうよ。ああ、ちょっとな。はあ、全員に秘密。うわ、やば、ダメでしょこれ。ようこそたける様。似てるな、似てるけど髪の色やっぱ違うんだね。誰だこの人、見た感じつくよみさんに似てるけど。お初にお目にかかります。私はつくよみまやと申します。つくよみまや、いかにも。私は本家ではゆうひ様の侍従を務めさせていただいております。え、ゆうひの、あ、そうか、そうだよな。メイヤにつくよみさんっていう専属の人がいるなら、ユウヒになって当然いるよな。ユウヒ様がメイヤ様と共に、タケル様とご同居された折に、私が表、彼女が裏として警護させていただくことになったのです。ユウヒとメイヤとは逆なんだな。この世界ではあんま、別かもしんないけど。え、へぇ、あ。どうされました？あなたもつくよみさんなんですよね。さよう。そちらのマナとは、同い年のいとこにあたります。いとこ？姉妹とかじゃないのか？姉妹？ん？双子とか姉妹とかそんなんではないのか？そうか、そういうことか。球技大会の練習の時。ご報告が遅れて申し訳ございません。私も今しがた状況を把握した次第でございまして。どうしたのですか？はい、実は。ほう、つくよみがあれを手配したと。はい、そのように聞いております。そういうことが、うん、そういうことがあったよ。月読みさんがいるのに、さもその場にいないかのような会話、あれはこの人のことだったんだ。本来であれば、タケル様におかれましては、何をおいてもご挨拶に伺わねばならなかったものを、裏の者という立場上、それがかなわず大変失礼いたしました。いや、それはいいんですけど、でも月読みさん。マナと混同されますでしょうから、マヤとお呼びしてください。え、ああ、それじゃあ、マナさんにいいですか？いかようにでも。違う、マヤか。マヤさんだね。マヤさんはずっと陰で夕日を見てたってことですか？マナがメイヤ様と夕日様のお世話をさせていただいているように、私は裏からお二人を見守らせていただいております。じゃあ、球技大会とか誕生日とか温泉の時なんかも。端的に申せばその通りですが、私にもいろいろと職務がございまして、あの程度のお世話であればマナにでもできることだと割り切り、その場を離れることもしばしばでございました。なんかすごい顔してるけど。ああ、そうですか。なんか堅苦しい感じの人だな。まあねえ、隣の人に比べればね。月見さんとは違って柔らかさがないというか、現に全然この人笑顔を見せないどころか表情ほとんど変わらないし、それに今の言葉にしても、あの程度のお世話って、ちょっとトゲがあるよな。月見様は気にならないのかな？来てるし。時折配慮の欠けた言動をするのがマヤの特徴です。人と相対することのない裏を任せた理由の多くは、それでございますね。バチバチじゃねえか。はあ。それはそうと、タケル様、いかがですか？それ俺に尋ねちゃうの？いかがですかって、それのお話じゃないんじゃない？なんというか、機械にしろ部屋にしろ、正直想像とは随分かけ離れました。まず部屋の雰囲気らして全然想像と違うよな。これじゃ、取り調べ室とか独房って言った方がいいよな。少なくとも、リラクゼーションなんて言葉とは正反対だ。装置にしたってなんていうか、ものすごく手作り感に溢れているというか、おもちゃじゃないのか？そのように感じられるのも無理はございません。現状、80% の完成度でございます。それ使っていいのかよ。え、80%？ はい。80% か。80%？ 冗談じゃありません。タケル様、現状でこの装置の性能は 100% 出すことが可能です。しかし、この部屋の雰囲気は、リラクゼーションとは程遠いわ。装置のデザインにしても稚拙。タケル様はそこに不安を持っておられる。雰囲気などただの飾りです。問題は性能。偉い人にはそれがわからないのです。ガンダムっていうかジオングか。
いや、性能が第一ってことはわかるんだけどね。そこに問題があったら話が始まってないわけだし。ていうか、偉い人って誰だ？俺もしかして馬鹿にされてる？この装置の開発には、マヤも関わっておりまして、かねてより、各方面より、トータルデザインについて指摘を受けていたのです。あ、受けてんのに直してなかったの？この言い方、実際に目の前に、人がいる時にしたらやばいよね。はあ、そういうことか。開発畑の人って、そういうところにあまり気を使いそうにないもんな。そうか。マヤさんに感じてた堅苦しさってのは、そこに通ずるものがあるんだな。でも、そのお偉さんってのも、そういう指摘をするなら、レストランの奥にこんなもんを設置することに、することそのものに、もう一言欲しいところだ。あ、本当にレストランの奥にあんのこれ。とりあえず俺としては、装置がちゃんと動けばいいですが、大丈夫ですよね。タケル様で試したことはございませんので、保証はいたしかねます。帰る。あ、タケル様！マヤ、はっきり言うのは気に入らないわね。どうも。タケル様、大丈夫でございますよ。彼女はあくまで最悪の可能性を申し上げているに過ぎません。それが怖いんだよな。それは、この島に外宇宙から異星人の巨大宇宙船が墜落して、島の半分が吹き飛ぶのと同じぐらい、ありえない話でございますよ。それはまた極端な話で、あんまり安心材料にはならんな。気休めかもしれませんが、タケル様ならうまくいきますよ。どういうこと？マヤ、冗談です。ご安心ください。とりあえず信じますよ。とにかくさあお座りください。はあ、うわ怖え。あれ、何も見えなくなりましたよ。それで良いのでございます。ではスイッチを入れさせていただきますね。大丈夫？なんかって電撃とか流れてこない？いきなりか。どうぞ。意識を集中してください。はい。一体どんな風に映像が見えるのかな。てっきり眠らされて夢を見るみたいな感じだと思ってたんだけどな。今真っ暗な、この目の前にドドーンと映像が出てくるってことなんだろうか。いかんいかん、意識を集中しなくちゃな。俺が見たい未来。とりあえずやっぱ金持ちとかそういうのかな。でもどうせなら正義の味方みたいな、ちょっとありえないシチュエーションも悪くないよな。悩むな。それではスイッチオン。見たい現実っていうとやっぱあれだな、スペースコブラとかさ、あとトータルリコールとか、あの辺を想像するけど、どんな感じなんだろう。落ちたな。いえ、事故か？いや。タケル様、大丈夫でございますか？はい、でも何が何やら。私にもよくわかりませんが、ボタンを押したら、なぜか爆発したのでございます。夕日の料理じゃねえんだから。爆発？大丈夫だって言ったじゃないですか。これで宇宙船がこの島に墜落する可能性は格段に高まったわけだ。即統合軍を組織する必要がある。申し訳ございません。もっと感情込めろや。とにかくここを出ましょう。そうですね、また爆発されてたらたまったもんじゃない。今週のびっくりドッキリでございましたね。発信やった。マンか、何言ってんだ。ゲホゲホゲホ。タケルちゃん大丈夫？タケル、一体どうしたというのだ。マナさん、何があったのですか？はい、詳しいことは追って、まずはお店の外に避難していただいた方がよろしいかと。大問題だろこれ。いやー、まいった。まったくもうひどい目にあった。ボタン一つでお約束の爆発をされるんじゃ怖くて使えないって。豚も大立てりゃ木に登る。あれだけ不安を煽っておいて大丈夫だって言っておきながら、やっぱりダメ
王道展開を超えた超王道だな、こりゃ。こんなひねりが効かせなくてよろしいっつうの。ああ、面白いもんが見れると思ったのにな。まあでも、怪我もしてないし、暇つぶしには一応だったし、こんなもんかね。そういえば、みんなは無事にたどり着いたか？結局俺だけ念のためとか言って病院に連れ出されてしまったんだが。ん？あれ、あそこに誰かいるな。暗くてよくわからないけど誰だろう？誰だ？ザウバーかな？ちょっと行ってみるか。お！メイヤーか。おい、誰だ？なんだ、メイヤーか。人を呼んでおいてなんだとは。悪い。で、何してんだ？うん。特にこれといっては何も。ただ海を眺めていた。そうか。真っ暗でよく見えないけどな。何も飾らぬ風景だ。それは仕方がないし、むしろ良い。落ち着ける。ああ、そういう気持ちはわからんでもないな。こういうところに来ると、途端に自然に優しくなって、ん？途端に自然に優しくなってみたりするんだよな。ありのままがいい。とか、ことさら思ったりして。それよりもタケル、怪我は大丈夫か？ああ、怪我なんて全然してない。ピンピンしてる。ならばいいのだが。何があったのだ、一体。これ言っていいのかな？いや、まあお前なら言っても大丈夫だろうから白状するが。なんと、あの装置を起動したのか。知ってるのか？まあ知ってるか。お前試したことあるのか？いや、ないな。いかなる形であれ、未来を覗くというのは、私には好ましいことではないと思ってな。どうして？それを見ることで、当家の将来に対して、偏った道を示してしまうことを懸念したし、私は未来は分からぬからこそ、今に生きがいがあると思っているのでな。ああ、気持ちはわかるな。あれで見える未来は、そんなに当てになるようなもんなのか？理論上は見えたものに沿って実際に生きることも不可能ではないと聞いている。へえ。もっとも、信頼性が高いのは、せいぜい24時間程度先までで、それ以上は創作と変わらぬらしいがな。ま、それはそうか。自分の脳に蓄積された情報だけで話を作るんだもんな。直近のことなら、それだけでも何とかなりそうだが、家庭から家庭を作る以上、先に進むと精度が格段に落ちていくのは当然だ。うん。それでも、元にしている情報が情報だけに、突飛な非現実的に過ぎる内容にはならんそうだ。へえ。そうか。じゃあ俺がいきなり正義の味方になって悪の秘密結社と戦うようなストーリーは無理か。膨大な世界情勢の歴史とかを参考にすると、それとも言ってたっけ？過去にそういう事例がないことには参考にしようもないよな。それはまた面白い発想だ。そういう未来であれば私も見てみたいな。お前の場合、現代に生きる侍としては普段は身分を隠しつつ、世にはびこる悪に人知れず天地を食らわすような物語になるだろう。ほう。うん。悪くない。与えるデータベースの内容次第では可能だったかもしれん。そうか。そういう娯楽的応用が可能だったのだな。破壊されてしまったのはいささか残念だ。けどその前にとりあえず安全性能を追求してくれ。まったくひどい目にあったぜ。装置の性能は 100% 出せるだろう。何かある確率は、外宇宙から異星人の宇宙船が落ちてくるのと同じぐらいだとか言ってたくせにさ。ボタンを押した途端に大爆発か。確かにそれは愉快な話だ。ま、笑い事には違いないが、笑えねえ。そうだ、談笑している場合ではなかった。え？なんだ？そなたには本当に申し訳ないことをした。今更だが、私からもこたびの件、詫びさせてもらう。ああ、気にすんな。そんなことでいちいち怒るわけないだろ。そうか。むしろお前の方からつくよみさんに言っておいてくれよ。結構落ち込んでたからな。そなたの心遣いに、心よりの感謝を。いいって。しかし、つくよみさんといえば、あのマヤさんの方はちょっと変わってるな。ああ、あれは多少堅苦しくてぶっきらぼうなところがあるな。それでもよく働いてくれている。普段は夕日のお付き合いやってるんだろ。そりゃ働きに関しては絶対の信用がなきゃダメだろ。無論だ。
サンバカみたいなのもいるの、サンバカみたいなのもいるのか？サンバカ？それはなんだ？いや、この話はいいや。きっとあいつらがかわいそうなことになるような気がする。そうか。ところでタケル、そなた明日はどうするつもりだ？いや、全然考えてなかったな。もしよければ明日、私と共にこの島の裏側を見に行かぬか？裏側？裏側？本日、ベガビーチに向かう途中の車中でも触れたが。あ、もしかして地下通路とかそういう話か？そうだ。視察しようと思っていたのだが、もしよければそなたもどうか？本当に裏側じゃん。すごいな。いいのか？構わぬ。いいな。そなたはそういうのに興味があるのではないかと思って声をかけたのだ。もちろんあるぜ。行くよ。行く。絶対行く。一言断っておくが、行くのは私とタケルだけだぞ。え？そうなの？二人？いいぜ。何か問題でもあんのか？いや、他の者たちも連れ立って行くつもりであれば、それは難しいと伝えたかったのだ。まあ、機密だったりするだろうからな。ああ、すまん。全然考えてなかった。それどころじゃなかったわ。ちなみにそれはセキュリティ上の都合とかそういうやつか？その通りだ。じゃあなんでタケルはいいんだ？それじゃ仕方ないだろう。なら、二人で行こうぜ。理解が得られて助かる。ちなみに俺は大丈夫なんだろうな。無理したりしてないか？俺だって、スミカたちとは何ら変わらない部外者だぞ。無理？そんなことはしていないぞ。気にせずともよい。そうか。ならそういうことで。いや、しかし楽しみだ。大したものではないが、暇つぶし程度にはなる。ちなみに、一日かかることになるだろうから、心しておいてくれ。あ、そんなに？わかった。はぁ。今日は相当疲れたであろう。そうだな。ちょっとぼーっとしてきたかも。私も同じだ。正直、今日はもう何もする気が起きん。お前がそうなら、俺が疲労度マックスなのは無理もねえか。そうだろうな。そなたは何かと大変であったしな。いやいや、そうじゃなくてさ、お前みたいに体力のある奴が限界なら、俺がそうなのは当然だって話。俺は基本的に運動不足野郎なの。基礎体力ねえから。そうか。ならばもう少し練馬するとよいぞ。そうすれば多少の剣撃で地に膝をつくこともなくなろう。剣撃？スミカの？バーガー、そんなもん想定して体力つける奴いるかよ。そうか。まあいいや。俺も寝るわ。私もそろそろ部屋に戻るとしよう。じゃあな。うん。おやすみ、タケル。おやすみ。はい。ということで、ここで一旦区切りましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。